胃に優しい飲み物選手権。というわけで、アッツンです。年明け早々というか、去年の年末ぐらいから激烈に胃が痛くなりまして、もうね、今までの胃の痛さを凌駕する痛み。今までは、あー、ムカムカするな、ちょっと気持ち悪いなっていうのが続いたり、あたたたた、ちょっと胃が痛い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 ぐらいだったんですが、今回の場合は、あいっちゃう、おいっちゃう、背中の方まで行った、おおおおっていうぐらい痛い。で、今日はそんなめちゃめちゃヤバい胃を癒してくれる胃に優しい飲み物っていうのを用意したので、どれが一番胃にガッてくるか試していこう。アッツンティピー。はい、じゃあまずはこちら、麦茶。なんかカフェインがあんま良くないらしいんでね、ノンカフェインのお茶、麦茶で冷えてると胃に悪いらしいんで、ちょっと温めましょう。はい、温めました。あまり熱くするとやっぱり良くないらしいんで、まあほどほどに。では、いただきます。あー、これは胃にふわーっとふわーっときますね。まあ、すごくいいんじゃないでしょうか。グッときたポイント90。はい、お次はこちら、牛乳。まあ、なんか胃に優しいのが想像できる液体ですね。温めてきます。温めました。ではいただきます。うわー、あ、来てるわこれ、来てる、あー来てる来てる来てる。おー、こうね、胃の壁を保護してくれるらしいんでね、すっごく今守られてる気がする。いいね、グッときたポイント95。はい、お次はこちら、スポーツドリンク。まあ、胃がやばくて物があんまり食べられないっていう時にミネラルとかをひゃっと素早く吸収することができるっていうものです。これも温めた方がいいのかな。温めるか。はい、温めました。なんか香りがめちゃめちゃ強くなって、どうなの、飲んでみましょう。いただきます。あーあー、思ったより悪くない。吸収されていく感じがなくもない。グッときたポイント85。はい、お次はこちら、飲むヨーグルト。なんか乳酸菌がタンパク質の成分をすでに分解してあるから吸収されやすいとかなんとか。これも温めた方がいいのかな。温めてみるか。はい、温めましたが、なんかちょっと分離しちゃって非常にまずそうな。しかも温めたら乳酸菌死んじゃってんじゃないの。いただきます。うわわわ、なんだこれ。うわ、あー、非常に不愉快ですね。グッときたポイント30。はい、最後はこちら、水。まあ、結局は胃に刺激を与えないのが一番いいっていうことで、何も入ってない水が一番じゃないの。これも温めて左右にして飲みましょう。はい、温めて左右にしました。まあ、左右ってそんなに飲まないですよね。でもすごい健康にはいいらしいですよね。いただきます。あー、なんだろう、このなんもないのに全てがあるみたいな弱ってんのかな。ゲットきたポイント100。そんなわけで、私的には白湯または牛乳あたりがグッときましたね。まあ、しかし白湯グッとはくるんですが、熱燗が飲みたくなる。早く治んないかな。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. Bye-bye.